はい、皆様こんばんは、カズチューブです。今夜もご視聴本当にありがとうございます。オリックスさんのファイナルステージでの相手がホークスに決まりましたというところで僕は、ツイートいたしましたら、たくさんのメッセージを頂戴しましたので、今日は久しぶりに皆様の野球に関するお便りをご紹介してまいりましょう。僕のツイッターにお寄せくださいましたコメントをご紹介します。ホークスは強かったですね。というわけで、相手決まって、さあオリックスファンいかに思うかということでございますが、ご紹介してまいりましょう。まずは牛子さん、鳥取からいらっしゃいませ。さすがソフトバンク、さすがはギータ、かっこいいし足長いしよく打つし、でも我がオリックスかっこよさは負けてはおりません。そうだね。泥臭く粘っこく折り野球を見せてくれるでしょう。我々は選手を信じて全力応援です、というメッセージ。おっしゃる通りでございます。それから続いてはドリームスカムトゥルーさん、奈良からいらっしゃい。ソフトバンクは強いですね。柳田選手が絶好調でポストシーズン18連勝とか。そうなんだよね。でもこれを止めないとオリックスの勝利はありません。受け身にならずにチャレンジャーで選手一人一人がしっかり戦って勝ちを積み重ねていってほしいです。全員で勝つ、それしかないよね、本当にね。ありがとうございます。ユミさんです。どんだけ調子を上げてきてもうちは絶対に負けません。勝つ力は絶対にあります。浮かれた気持ちは1ミリもありませんし、この2日間の試合を見て強いなとは思いましたが、うちが絶対に勝つ気持ちでも強くでいきます、というね。今サニアの女性のコメントをご紹介しましたが、女子は強いね、みんなね。はい、ありがとうございます。それから、クースケどんぶりさんは、怖すぎです。ギータリベンジしようと襲ってくるんですね。いろいろ言われていますが、この直接対決で勝ち切ってドヤ顔したいです。まあ、いろいろ言われているというのは、勝率が同率だったということなんでしょうけども、ね、ただ、ルールなんでね、ルール上同率だった場合の順位はこう決めますよっていうのはもうあらかじめ決まってるんだから、それをどうのこうの言われてもしょうがない、というわけでございます。まあでも気持ちは分かんないでもないね、長いシーズン戦ってくる中でね。1位と2位が対決するというファイナルなんで、よかったよね、そういった意味ではね。はい。それからですね、パパバカボンさんは、これがホークスの本来の姿ですね。特に最終戦の悔しさを持って、ポストシーズンに臨んでくるので、よっぽどふんどしを締め直しが必要ですね。山下投手も登板する予定らしいですね。これはまだ練習に参加しているだけで、登板するとは、監督も誰も明言しておりませんが、どうなるんでしょうね、俊平太。ね、見てみたい思いはあるけど、どうでしょうか。ひで九九さんです。ついに相手が決まりましたね。相手にとってもちろん不足なしです。そんな上から目線で言えるほどの立場じゃないと思いますが、絶好調ほかほかの柳田選手は初戦の由伸投手に牛耳ってもらいましょう。そうなればオリックスにとってはいいんだけどもね。はい。相手にとってもちろん不足なし、ちょっと違うと思います。ありがとうございます。不足などあろうはずがないという上から目線じゃないよ、同じなんだから勝率は。はい。それからですね、月野和牛さん、いやー、昨日も今日もギータの大量得点で先制して一気に有利な試合にしましたね。ということはギータに点を取られないということですかね。ホーム京セラで相手の勢いを飲み込んでしまいましょう、というね。京セラ結構ホークスファン多いんでね、どれだけオリックスファンで埋め尽くせるかっていう感じではあるんだけども、皆様応援よろしくお願いします。今日は、昨日はね、初戦ペーペー3万2000人くらいでちょっと空席あったんだけど、今日満員だったね。すごい満員御礼で出ました。ありがとうございます。牛島カレンさんです。ホークスの勢いが凄まじかったですね。ファイナル初戦の吉野部投手がこの勢いを止められるかがシリーズの行方を左右することになると思います。そうだね。柳田選手徹底マークはもちろんですが、その前に走者を出さないことが大事ですね、ということ。
出血しても最低限にとどめることができれば勝機は見えてくると思います、という、まあ、そういうことですな。おっしゃる通りですよ。柳田だけじゃないからね、でもね、ということでございます。はい、坂井戸さんです。ポストシーズン18連勝中のソフトバンク、勢いと山本由伸投手のがっぷり四つとなる第一戦となりますね。山本投手が第一戦の先発投手であればですが、ということで、他に誰がいるというのですか。他の可能性あるの。それよりもこの直接対決で、短期決戦でエースが怪我とかアクシデントがないのであれば、エースが行かないで誰が行くんですかと僕は思います。直接対決は勝ち越してはいるものの、シーズンの勝敗は全く同じ相手に不足なしです。まあ、不足ないどころか、はい、もう十分すぎるぐらいでございます。勝つと思うなの精神も忘れずに応援します。よろしくお願いします。タカポンさん、まあ、ホークスは強いですね。勝ち上がってきました。さて、10月12日 10.12 からいよいよですね。私はオリの中島監督、選手の皆さんを信じています。力いっぱいハリス戦と手をたたいて応援させていただきます。よろしくお願いします。それから福井のけいちゃんさんは、やはり予想していた通り、ソフトバンクがファイナル進出と予想されていたんですね。日に日に勢いが増して、うつわうつわの状態ですね。その連打打線をどう攻略し、どういう策で出てくるのか、中島オリックスの健闘を祈りますというメッセージ。よろしくお願いします。ハーナさんは、ファイナルステージの突破の鍵は初戦です。なるほど。必ず日本シリーズに行ってヤクルトにリベンジしましょうってね。まだ日本シリーズは見えてこないけどね、その前に大きな難関があるよね。というところですね。伏見たらいさんは、鷹さんはこの2日間圧倒的な強さを見せましたね。やっと出た山川選手のドスコイも意地と切なさを感じました。まあもう試合決まった後だったもんね。やはり相手にランナーを出すと、怖い。ファイナルではとにかく投手陣を早めに援護してと打線をに願うばかりですということ。まあ、やっぱりこう2戦ともホークスが先制してという、あのこのファーストステージでしたからね、やっぱり先制点がもの言いますよ、短期決戦はね。ありがとうございます。それからえ住吉のおっさんさんです。ギータやりましたね。1試合とも2打席目強烈なホームラン、昨日をよぎりましたが、本当に打つとはすごい人ですね。今日バースデーアーチだよ。しかし俺たちは負けませんよね、お前さん。全試合京セラにて応援するのみ、頑張れ俺たち、よろしくお願いします。はい、それからたくさん頂戴しております。いつも本当ありがとうございます。ブライアン直明さんはお疲れ様です。ひとまず柳田選手はスライダー系統の球は、右に左に打ってますね。インハイまっすぐか落ちる球かで勝負してほしいですということ。なるほどね。まあ難しいんだろうけどね、やっぱりインハイなんだろうね。昨日今日のホームランいずれも低めのボールをね上手に打ってますんでね。やっぱりバットの手伸びゾーンっていうところが怖いですよね、本当に。それから、エアポートの坂 4600m さんは、まず山本で行くのか否か、これに尽きるって、いや、そういう議論の余地あるの？僕、すいません、勉強不足で、僕はもう由伸君しかないと思ってるんだけども。これに尽きるんだったらそれで行かないといけないでしょうと思わない？ね、ありがとうございます。それからですね、ヒーローさん、相手はどこであれリーグ王者として勝つのみですね。まあその生きがい、気概で頑張ってほしいですね。ありがとうございます。
大前さん、ソフトバンクの試合を見て試合から遠ざかっているバファローズが少し不安ですね。初戦を勝っていい形で進めたいですね、ということ。まあそうね、2つ戦ってくる相手と、まあ、初戦という違いはね、あるんですけども、山内さんは、19連勝は絶対阻止で、心穏やかざる月曜火曜日です、ということ。本当そうだね、ありがとうございます。トインさんは無心で戦いましょう。そうだわ、本当にね。セナ2695さん、大前さんこんばんは。熊本出身、福岡在住の織姫です。ありがとうございます。ホークス18連勝と言いますが、単に2年連続巨人が弱かっただけだと思います。まあ、あの巨人で、まあ、8つだからね。ギータも調子いいですけど、きっかけは今井の自滅ですよね。織は至急自滅型のピッチャーはいないと思うので、信じて応援するだけです。でも不安なので京セラに行こうと思います。福岡からよろしくお願いします。お待ち申し上げております。セナさん、よろしくね。それからね、 MKM 柴犬厚尾魂さんは、ホークスファンだね。ありがとうございます。毎度あり。オリックスバファローさんも強いですが、ホークスも負けませんよ。いやいや、そう簡単に負けないよね。ホークスも十分強いです。それは僕は存じ上げております。特にあの、僕は今年ホークス戦二十数試合喋ったけど、おそらくですよ、勝率7割ぐらいあったんじゃないかな、僕の喋った試合。まあ、それだけ強いというイメージが僕には植え付けられております。特にギータ、はい。カカオさんは、ギータは好きな選手ですが、京セラドームでは眠っていてほしいです。怖すぎます、ということで、本当だね、ありがとうございました。それからですね、アツシさんは、我々は全力で応援するだけです、というおっしゃる通りでございます。それから、二郎さんは、ストーリーはできているのです。ストーリーに沿ってレガシーが作られていきます、という。さあ、どんなストーリーができているんでしょうか。できれば教えてください。ありがとうございます。花嵐さんは、短期決戦は投手が揃っているオリックスさんが有利だと思いますが、ホークスは意地を見せてほしいと思いますね、ということで。揃ってるかい、揃ってるかい。ホークスも2戦なんで石川修太を使わずに来るよ。石川バンド和田っていうところが普通に来るよね。ということを考えれば、さあどうなんでしょうか、ということ。オリックスは、まあ、普通に行けば由伸組んでいって、宮城組んでいって、田島組んでいくね、という順番だと思うんだけども、じゃあ4番って誰が来るの、というとね、難しいところです。だってピッチャー陣だけでいうと、一番この防御率が良かったのはライオンズなんだよ。それがあっさり負けるわけですからね。それからですね、カンチーさん、ホークスファンですよ。いいですね、メッセージありがとうございます。がっつり試合しましょう。第2戦は親孝行兼ねて見に行きます。京セラへお待ちしております。家族と引きチームのメンバーは、阪神、巨人、日本ハム、西武、オリックス、ソフトバンクというかなり特殊な野球家族です。結構揃ってますね。お待ち申し上げております。よろしくお願いします。バルバルさんはね、果たしてどうやってオリックスはソフトバンクにシーズン勝ち越したんでしょうね。それくらいソフトバンクは強く見えました、ということで、はい。というわけで、たくさんのメッセージを頂戴しまして、全部目は通させてもらってますが、ありがとうございます。まあ、いずれにしましても楽しみなね、ファイナルになることはこれ間違いないんで、みんなでオリックスファンもホークスファンも楽しみましょう、ね、それで一生懸命応援しながら、ということですね。で、大前は、実況中継入っております。第3戦以降決着がつくまで、去年は3戦で終わったんだけど、今年はどうでしょうか。3戦以降決着がつくまでという状況でございますね。という中で何試合するか分かりません、ね、1戦2戦は違う方がおしゃべりになります。3戦目は大前、この前のファーストステージは初戦大前でした。今日信川さんしゃべって、
だったんだけどね、連勝でということになりました。京セラのゲームは3戦目以降大前ということになっておりますんで、1戦目は誰かは知りませんが託しました。2戦目も誰かは知りませんが託しましたという状況でございます。ということで今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。いやさっきも言ったんだけどね、ホークス の, あの優勝特番の司会を僕が依頼されました。だけどそれはちょっとっていうふうに、ご辞退申し上げました。まあ、それしょうがないよね、それはね。あの本当やりたいんだよ、めちゃめちゃやりたいし、すごくありがたいんだよ、ホークスさんからお前さん、って言ってくださるだけでもありがたいと思わない、そんだけどね。というわけで今回も最後までご視聴ありがとうございました。